粗品です。聖夜です。うもう3枚抜き、アキネータグです。白竹、佐川、西がそれぞれ M1 ファイナリストのお題を設定します。ああ、なるほど。粗品、聖夜がそれぞれ質問していき、それぞれ3人が当てはまっているか答えていく。はい。粗品、聖夜1人5質問ずつ、2人で合計10個の質問をして3つの回答を記入し、3人のお題により近かった方が勝利と。もう3回目とかですか。いいね、新しいこの秋の3枚のね。いつも西がむずいのよな、はい、なぜか西が尖ってんねんな西尖ってた。目もありですね。じゃあ俺から質問しようかね。これむずいよ。むずい、めっちゃむずいよ。 M1 ファイナリストで分けんの。まあでも基本的なこと聞いてるからな。そうね、まずね。何聞いたらいいんやろ。つつ、まあそれはチャンピオンですか。丸。バツ。バツ。出たよ、西。西はチャンピオン選ばない。尖ってるから。お父さん、白竹さんがチャンピオンね。うん。まあもうちょっともったいないけども使うわ。お、一気に絞れるから。敗者復活から上がってきたコンビですか。うん。バツバツバツ。ああ、まあまあまあ、なくなりましたね、サンドさんとかは。そうやな。オッケーオッケー。敗者復活。10個の質問か。ちょっと途中まで協力やな。そう、ほんま協力よ、これ。ね。これ、絞れるこれ。いや、これは結構確かむずい。一番むずいかも、今までで。絞りたいな。いや、めっちゃむずい、確かに。ちょっと待って、むずいぞ、これ。むずいぞ。まあ、1個ですか。ケント・フカヤと白滝さんだけやからな、この3つに。1個のシステム。フリップ。フリップ3つ。何やべ。3つ並べるシステム。吉本所属ですか。まず。丸。丸。ああ、いいかもね。事務所。はい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 。あ、白竹さんはもう割れるな。いい質問やったな、今の。いい質問やな。ただ西と佐川はまったまだよ。白竹さん割と割れたな。9M1 でし、うわ、でもどっちも出てる人もんな。うん、うわ、質問むず。ああ、いや、まあさすがにそれはないか。9M1 の方に出てましたか、いわゆる2010年までの M1 に出てましたか。決勝に。ああ、決勝に、はい。まず、まる、まる。白竹さん相当いいね。おお、そうやな。もうでも佐川と西はちょっとまだ全然わかんない。いや、やばいな。コンビ名に漢字が入っているいますか。そうな。バツバツバツ。ああ、いやいや、いいよ。でもだいぶ絞れる。感じなし、ね、ああ、いや、いいな。感じなし。最終3組に、おお、まあでも白滝さん捨てて、チャンピオン。最終3組に残ったことありますか。丸、バツ。もうやりやがって。ちょっと佐川も俺今回気合入ってるんちゃうか。まあ中からのポジション。いつもなんかメインどころ、ゾロルフィとかゾロとか言ってた。そうやな、今回はこいつしおったなみたいな感じです。3組入ってない。あっ、はいはい、絞ってくれ。カタカナやもん。なるほどな。頼るぞ、まだまだ。
どっちかっていうと、うん、ちょっとこう、あー、どうだろうな、なんていう、むずいね。結構絞れてるよ。でも関西芸人、はいはいはい、か、バツ、バル、バツ、西がめくれた。西が東、山ほどおるぞ。でもやばいやばい、質問足りへん。西が東、まあ、ミスチルかお前。西へ東って関西、西が東、佐川西ね。ああなるほどな。そう、佐川西、最終決戦残ってない。おお、いいよ。いや、いいな。連続出場していますか。あ、連続というかこの複数回決勝に上がってますか。複数回、何回か決勝に上がって、1回だけではない。丸、×、丸。ちょ待って、複数回決勝行ってる。はい。え、あ、思ってたんとちゃうかった。おう、で、××一回だけや。で、丸、佐川一回。え、西も複数回。え、なに。おる、そんなやつ。いや、俺白滝さん分かった気するな。複数回言ってる。はい。ちょ待って、漢字入ってますかって聞いてないやっけ。入ってない。入ってない。ないない。もう白滝さん割れたわ、完全に全部の情報で。これしかいないでしょう。ちょっと待ってもらっていい？M1 やんな。はい。おお、違う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 。使うなよ、お前。はい、ちゃんと。M1 やんな。でも俺、西はもう、ちょっとわかる。嘘やん。西わかった。西分かります。いや確かに今回佐川が結構むずい。あと1個か。あ、でも佐川そうか。おお、西は、西さんは吉本じゃないもんね。吉本です。あ、吉本か。東、あ、もう分かったかな。で、ラスト1問ずつ。でもな、聖夜にも分かられんねんな。いや、大丈夫、俺だいぶ分かってないから。行ってみ、行ってみ。あ、そうか。あ、いやいやいや、花粉すごい。あ、もうそうやな。鼻バツ。あ花、調子いいですか。花バツ、花粉バツ。俺でももう行けたかも。マジかよ。じゃあ、ちょっと待って、俺でも白竹分からんねん。逆やな、俺白竹さんだけ分かってるわ。白竹なんか絶対分かるよな。だってチャンピオンで吉本じゃなくて佐川と西が分からんぞ、最近の M1 を。誰やん、誰もね。で、複数回、ああ、お前出てるわ。え、全部わかった。あ、わかった、コンプリート。じゃあ、まあまあまあ、でも佐川さんと西さんは全くわからん。どういう質問にしよう。今でもバリバリやってますか。丸、丸。バツ、バツ、丸。まあまあまあ、丸、丸か、まあ、バリバリをやってある。まあ、西さん、バツ、バツ。西判断で、はい、もうやってないと。お笑いできてないと。はい、
活動切った。うわっ、うわっ。そうや、どっちや。あ、ちゃうわ。これラストね、僕、質問、はい、え、バリバリやってる？ほんま？まあちょっとこう、いろいろあったけど佐川判断でってことやな。いや、西さんもわかったわ。佐川やねんな。西で一回しか行ってないもんな。吉本や。カタカナや。いや、もう出るぞ。ってことは、うん、違うな。あの人も違う、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 あの人も違う。そんな人おった？違うな。3組にも行ってない西の。忘れてるな。あ、わかった。その人、そのコンビ、身長差あります？まあ、いわゆるちょっとデコボコ、霜降り明星っぽいコンビですか、どっちかというと。まあ、その、まあ、×まあ、丸。佐川、じゃあちゃうわ、俺思ってたんと。あ、佐川ちゃうわ。まあいいよ、絞れたな。逆にちょっとやばい、佐川がわからん。今回バリバリやってる。バリバリやってる。せえ、何やねんその確認。やってるよ。そのどういう意味で、何どういう意味だ。ちょ待ってや、佐川の西の芸人、あの人ら2回行ってたっけ？複数回行ってないねんな。いや、そんな人おった？西の吉本、カタカナ。いや、出んのよ、出んのよ。あ、初期か、だいぶ。いやいや、行ってる、針金ロックさん行ってるよ。うわ、これ出したい、ちょっと。バリバリやってる。やってる。あの時のまま。そうね、あの時の活動量と今の活動量は、まあ、変わってない。誰？そんな変わってない。誰やねん。じゃあすごいよな。え、まあもうちょ、分からんわそれ。え、活動量、うん、バリバリやってるってことよ、活動。おった？西で一回の人。いや、わからんわ。これしょ。あー、でもなー。いや、わからんな。オッケー。ちょ、もうほんまにわからん、わからん。でもさすがに一回行った時の方が売れてるやろ。変わってないよ。ちょっと待って、わからん。ごめんな、ちょっとせこいけど。お前質問やけ。お前何もしてんねん。おい、わからん。まあいいや、最初に思ったやつにするわ。オッケー。いやー、そうやな、わからん。いや、わからん。はい、オッケー、いきます。はい、ウエストランド、うん、ザ・プランナイン、ポイズンガールバンド。なるほど、で、僕も発表するね。ほんまやな、マジ、プランナインさんや。カタカナ、西で、今もバリバリやってるってのがさ、なんか、あ、脱退とかしてるし。そうそう、なるほど、ちょっとあれと
ウエストランドさん。ブルーリバース。あの九州の。なぜかテレビたまに出てたから。ポイズンガールバンドさん。ああ。東。ポイズンも一緒。一緒やな。あ、一緒やな。プランナイちゃん。佐川だけちょっとブルーリバースちょっと出てないけど。奇跡よこれ。いやいいぞ。お前いい完全制覇あるぞ。リバさん。白竹、ウエストランド。やっぱり。じゃ西。ポイズンガールバンド。おっしゃ。やっと西。難攻不落の佐川佐川ザ・プランナイト。うわーやったバリバリやってるやろ完全制覇やバリバリやってるから。完全制覇やけどちょっと失礼やったな。一人増えてるからな。やったらその時より。あいつバリバリあいつのプランナイさん好きやめんなよ。ギブソンさん好きやから増えてるから。イエーイ完全制覇。これはすごいね。ジュップルリバさん、皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。